シャーロック・ホームズシリーズベーカー街221バイトベーカー街221バイトのミトリズベーカー街221バイトベーカー街221バイトはイギリスの小説家アーサー・コナン・ドイルのシャーロック・ホームズシリーズにおいて主人公の私立諮問探偵シャーロック・ホームズが住んでいた下宿の住所である。ホームズは1880年代初頭から引退する1903年まで ハドスン夫人の経営する、この下宿で過ごした。ホームズの友人で、電気作家のジョン・イーチ・ワトスン医師が、独身時代に共同生活をしていた場所でもある。221バイトの B は、ラテン語、フランス語のビスに由来し、建物の増改築などによって、同じ番地に2軒の住宅が建つことになった場合などに、使われた記号で、この住所つまりホームズたちの下宿の場合は会場にある。 ことを示していた。1階のハドスン夫人の自宅は、サフィックスのないただの221だったと思われる。役者によりベーカー街221バイトのほか B を、B や、オッツとしたり、221の B ともする。ホームズの時代と現代のベーカー街の、比較ベーカー街は、ロンドン中で最も有名な通りである。ウエストエンドの中心を南北に走る街路であり、 ハイドパークの東北隅から北に向かって、リージェンツーパークの西南端に至る。ホームズが活躍していた時代には、ベーカー街の東側が1から42まで、西側が44から85までとなっていて、221バイトは存在しない住所だった。あとに、ベーカー街に含まれる北のヨークプレイスは140、さらに北のアッパーベーカー街も154であり、221バイは、 どこにもなかった。ワトスンが存在しない住所をホームズの部屋として公表したのは実際の位置を偽装する目的であると考えられたため本来の場所を突き止めようとする試みがシャーロキアンによって行われている。作中には2階の下宿へ登るための階段が17段だったこと、向かいに空き家があったことなどの手がかりが示されているものの 現在の住所で19節21節27節31節49節59、63節59、67A 節、109節111節119節221節などが乱立し、決定的な説はない。ドイルがベーカー街を訪れたことは一度もなかったという説もある。警官の保証付きの玄関221バイトの ホームズの下宿圏探偵事務所には、ボヘミア国王や英国首相も含めて、多くの依頼人が訪れている。初期にはホームズに対抗心を抱いていた。レストレード警部も、6つのナポレオンの頃には、しばしば221バイトを訪れては、断章するくらいに打ち解けていた。女性の依頼人も多くいたが、その中には後に、ワトスン夫人となるメアリー・モースタンもいる。 221バイトにホームズを訪ねながら後に殺された依頼人はオレンジの種5つのジョンオープンショーと踊る人形のヒルトンキュービットの二人。前者の事件でホームズは大いに自尊心を傷つけられ、後者の事件ではアワートスンもかつて見たことがないほどの落胆を見せた。兄のマイクロフトホームズが221バイトを訪ねたのは作中二度だけでブルース・パーティントン設計書で、 マイクロフトが来ると聞いたホームズは、これでは惑星も軌道を外れかねないと驚いている。ただし、マイクロフトは弟の依頼に応じて、最後の事件から空き家の冒険までの間、ホームズの部屋をそのままにするようハドソン夫人に頼んでいるはずなので、他にも尋ねたことがある可能性もある。ベーカー街の標識依頼人だけでなく、ホームズに敵対する。 側の人々もたびたび221バイトにやってきた。その中でも最も恐るべき人物は、もちろんジェームズ・モリアーティ教授で、最後の事件で、両者が対決する下りは、シリーズ屈指の名場面になっている。その他、ホームズの眼前で非可規棒をねじ曲げて威嚇した、グリムズ・ビール・ロイロット博士や、ホームズもへそを噛んで見送るしかなかった、唯一の人物、強化像。 ミルバートンらが特筆される。厳密には221バイトに足を踏み入れたわけではないが、セバスチャン・モラン大佐は、ホームズの部屋に銃弾を打ち込んだ二人しかいない人物の一人である。なお、もう一人は、他ならぬ、ホームズ自身。もう一人、やはり、ホームズの部屋を訪れたわけではないが特筆される。人物は、221バイトの下宿前で、おやすみなさい。 シャーロック・ホームズさんの言葉を残して去ったあの女性ことアイリーン・アドラーである。長らくベイカー街は85までだったが、1921年にヨークプレイスを1930年にアッパーベイカー街を合併したことでバンチが増えた。1930年にアッパーベイカー街を合併したとき、旧アッパーベイカー街41がベイカー街221となった。 アビハウスに設置されていたプラークアッパーベーカー街41にあったアビロードビルディングソサイエティの所有する建物が221となった。この建物はアビの本部ビル建設のため同年に取り壊された。1932年に215-229を占めるアビハウスが完成した。住所が221バイトを内包するためアビハウスには世界中から ホームズ宛の手紙が届くようになり、アビは返事などを担当する専門のホームズ秘書を設けて対応した。1985年にはベーカー街221バイトを示すブロンズ製のプラークが玄関脇の柱に取り付けられ、グラナダ版でホームズを演じたジェレミー・ブレッドの手で除幕が行われている。アビハウスは2002年までアビの本部ビルとして使用された。しかし、 2004年に、アビは、SCH グループの傘下となり、2005年に、アビハウスを立ち退き、2006年には、アビハウスを不動産開発のアビリティグループに、売却した。その後、アビハウスは取り壊された。跡地は高級賃貸マンションとなった。かつて、ベーカー街221バイトを示すプラークがあった場所には、 219と番地の書かれたシンプルなプレートが取り付けられている。詳細は、シャーロック・ホームズ博物館を参照シャーロック、ホームズ博物館誌によって設置された、シャーロック・ホームズが住んでいたことを記念する、ブループラーク1990年1月、実業家のジョン・ワイディアンツがベーカー街239のビルを買収し、5月にシャーロック・ホームズ博物館としてオープンさせた。 このビル内に、ボヘミアの集分で言及された17段の階段があることを理由に、博物館の場所こそが221バイトであると主張している。同年3月に、ベーカー街221バイトを示すブループレートが取り付けられ、ウェストミンスター市議会議長の手により、除幕が行われた。名探偵ホームズの人気は、ワトスン博士ありきと言われる、わけ、バツイチ再婚説から、 女性説まで。プレジデントオンライン。2020年11月24日。閲覧。A.B. ジャック・トレーシー。シャーロック・ホームズ大百科事典。日暮らし正道役。川で処方審者。2002年。299-301ページ。と、諸説ふんふんであるが、31説が優勢である。鈴木敏夫。ベーカーがより引用。小林司。東山茜編。 シャーロック・ホームズ大辞典東京堂出版2001年736737ページ田中清史シャーロッキアンの優雅な週末ホームズ学はやめられない中央公論者1998年2022ページドイルはインタビューに対し記憶する限りではベーカー外に一度も行ったことがないと答えたことがある一方 ベイカー街の写真館で撮影した、ドイルの写真が確認されている。コナンドイル著、ベアリンググールド解説と、中、小中版、シャーロック・ホームズ全集一小池茂漢館役、ちくま書房、ちくま文庫、1997年、349、350ページ AB 鈴木敏夫、アビハウス、ホームズなんでも、辞典、平賀三郎編著、請求者、2010年、 1315ページオープン前、イギリス最大のシャーロッキアン団体、ロンドンシャーロックホームズ会から、金儲け主義の施設と批判された。田中清シャーロッキアンの優雅な週末ホームズ学はやめられない。中央公論者、1998年、1718ページ。ありがとうございます。